Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Naruto Storm 2. Donc nous allons continuer notre aventure avec un Naruto complètement abattu. Ça je comprends. Comment il marche. Je peux pas sauter, je peux pas courir. Ok. Parler aux gens, je vais pas le faire. Ah. Pauvre. Salut Naruto. Nimmu demo zuibun katsuyaku shite iru mitai da na. Sato no minna mo uwasa shite iru zo. Il paraît que tu lui montres ultra la kill dernièrement, tout le monde parle de toi au village. Hisashiburi ni hanashi demo shinai ka? Ichiraku de ramen o motte yaru zo. Allons quelque part pour papoter, je t'offre des nouilles. Yametoku. Non merci. Même les nouilles qui sont pas préférées, on veut pas quoi. Nous emmène jusqu'où quoi, comme ça là. Je sens un peu le sang. Longtemps que vous n'avez pas vu Kono. Ok. Oh, les jumeaux, ils sont quoi. C'est sûr, il va y avoir un combat. いや、そうじゃなくて、修行やってると嬉しくなってさ。嬉しい?
修行ってはすげえきついけど、でも少しずつサスケに近づいてるって思うと嬉しくなってさ、もっともっと強くなって絶対にサスケを取り戻してやる。常に明るくそして前向きな姿勢か。お前を見てるとこの忍びの世もいつか明るい光が差すように思えてならん。突然なんだよ。残念なことだが今のこの世には憎しみがはびこっている。憎しみ？争いが生み出す産物、何かを失って生じる恨みの感情。オロチマルやサスケも家族を失い、憎しみに囚われた被害者とも言えるの？その憎しみをどうにかしたいとは思っとるんだが、実際にはどうしたらよいのかわしにはまだわからん。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかった時はその答えをお前に託すとしようかの。おっす、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。何？なんで笑うんだよ。お前の笑顔には救われるようだ。お前を弟子にしてよかったわい。Pas de combat ? Oh, il est pas bien. Naruto. Iruka sensei. ジライア様のことを聞いたよ。俺のことをずっと見てて欲しかった。俺が火影になるとこ見ててもらいたかったのに、エロ仙人にはかっこ悪いとこばっかしか見せられなくて。俺ってばジライア様はお前のことをいつも褒めていたよ。自分の孫のようだといつも鼻高々に話してくださった。エロ仙人が？お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じてた。いずれ立派なほかげになると信じて疑わなかった。だからでもん？エロ仙人はもういねえ。孫みたいに思ってくれてても、火影になるって信じてくれてても、もうエロ仙人はいねえ。もうどこにもいねえ。いるさ。え？お前の中に、お前の心の中にいる。そしてずっとお前を見守ってくれてる。俺の中に？確かにジライア様はお前の前からは消えた。でもジライア様から受け継いだ意志は生きている。意志？長い間
ジライア様と共に歩いて、お前は何を受け取った？それこそ数えきれないほどの思いを、意志を受け継いだはずだ。意志は生きている。ジライア様の意志はお前の中でしっかりと生き続けているんだよ。目をつむってみろ。お前の中にジライア様はいるはずだ。うん。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。お前を信じておるからな。どうだ、お前の中のジライア様は何と言ってる？ここでうじうじ落ち込んでろって言ってるか？言ってね、信じてるって。しっかり前向いて進んでいくことを信じてるって。信じた道を突き進むことを信じてるって。いつでも俺のこと信じてるって言ってくれた。そうか。俺が落ち込んでたら俺らしくね、おかげになれるって言ってくれたのに。孫みたいだって言ってくれたのに。落ち込んでばかりいたらエロ仙人に怒られるってばよ。すげえ辛いし悔しいし苦しいけど、けど立ち止まるのはもうやめだ。うじうじしてんのはもうやめだ。俺は俺らしく、エロ仙人からもらったものを引き継いで自分の人道を突き進んでいくってばよ。エロ仙人の弟子として最後まで。それでこそ俺の知ってる渦巻きナルトだ。シュボーカメン、頑張れよ。ありがとう、イルカ先生。そのる。さあ、仕切り直しだ。Chapitre final。みんな集まったようだな。もう大丈夫なの、ナルト？ああ。いい顔になっとる。では、深作様、ペインの情報を。j'ai même pas vu le crapaud。いいじゃん。これがジライアちゃんが残したペインの情報じゃ。インネガンか。思った以上に厄介ですね。しかも6人もいるなんて。他に深作様自身が感じたことはありますか？今はどんな情報でも欲しいのです。そうは言ってもの、いや、そういえばあの
時ジライヤちゃんがこんなことをつぶやいておったな。おい、どうした？本物はいない。ジライヤちゃん、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルト？もうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。あんた、いきなり何言い出すのよ。どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。じっとなんかしてらんねえ。わわわ。力むのはいいがな。今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃせん。だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山？そこで修行すればペインに勝てるようになるのか？それはわからん。じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあ迷うことなんか何もねえ。ペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだけだ。よう言うた。ではしばらくの間ナルトはお預けします。想像しいやつですが、どうかよろしくお願いします。ああ、さてナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいい。わしはこの葉のもんで待っとるからな。よし、やってやる。オッケー。あ、あやのぞ。Ma, je vais couper. Qu'est-ce que t'as de leur temps? Ok.Il n'y a pas encore le crochet dans le village. Eh ben.La porte du village. Elle est là.Le jeune Naruto.
はい。それじゃ。On va s'entraîner au mode ermite. Wow. Coco va mieux au bout de Zandia. Je vais te montrer ma maison. Qu'est-ce que vous dites? Donne-leur plus fort. Que le mon Myoboku est un peu différent. Je ne t'habitue pas même le moment le plus simple. Déplace ton père, on va voir. What the fuck? Sérieux? Quand il faut y aller, il faut y aller. Je m'attendais pas à ça. Alors, on a une gagne d'entrée. Ça, il passe ça. Ça. Allez. Bon. Non. Ah ouais. Oh non. Reste là. Voilà. Alors Kakashi, fais-moi le malin. C'est bon. Ouh.
en B. C'est pas grave. Je connais, mais mon corps peut se donner. En plus, c'est très bien comporté pour ses débuts. Et maintenant, et pendant ce temps, à Konoha, ah non, l'âge de la pluie. Toujours est-il que je m'en attendais pas moins de mon ancien maître. Cela dit, mais ça, ce n'est qu'un échec temporaire. Très bien, on y va. Ah ouais. Les six réunis. J'espère que vous n'allez pas maintenant. Non, non, c'est bon. Je voudrais qu'on confirme hein, quelque chose. Comment te sens-tu? C'est donc que l'entraînement se déroule bien. C'est comme une jutsu qui use de l'énergie mentale et de l'énergie physique. L'énergie que tu acquiers de l'extérieur, elle, est appelée l'énergie naturelle. Une fois que tu la maîtrises, tu utilises le Senjutsu. Quand tu utilises le Senjutsu pour la première fois, tu atteins le stade d'ermite. Voilà qui me donne encore de... Voilà qui me donne envie de travailler encore plus. Ok. L'énergie naturelle, c'est vraiment génial. Mais tu commences à connaître l'habitude, continue à t'entraîner. Tu dois maîtriser l'utilisation de l'énergie naturelle. Le plan d'exercice comme dans Konoha. Wow, on est dans le monde mieux beaucoup quand même. On va fouiller.
Je suis tout droit. Hello. Bah, je suis sur ce qu'on va terminer cet épisode et au prochain bah, nous aurons beau le fesse le bel donc bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. Sur ce moi je vous dis salut.